も、かずこです。どうも、かなです。よいしょー。さあ、今日なんですけども、こちら小部屋なんですが、はい、珍しい二人だよね。そうですね。いや、実は、最近、かんちゃんと、TikTok 結構撮ったりすんのよ。あ、そうですね。っていうか、そもそもかんなが TikTok 結構ハマってるよね。うん、もう。撮ってるのがすごい楽しいから、うんうん、いろいろ上げてて、うん、それこそ一回開作チャンネルメインの時に 50m 走企画やったっけな、うんうんうん、あの時に常とね、うん、パパとカンちゃんで、そうだ、そうそう、まあ、カンナのアカウントで上げたり僕のアカウントで上げたりするんですけど、うんうん、ちなみに僕のアカウントで上げた方を、うん、鬼バズりしてたからね、うん、百万再生みたいな、やばいっすよ、言うといてみたいなだったらもっとちゃんと踊ったけどだってすごいよね今 TikTok ってね。でもそれ以外でも、うん、うちのなんか兄弟と撮ったりとか、うん、あとそれこそリオちゃんと一緒に撮ったりとかな。リオちゃんとありがとう、かんちゃん以前ね、うん、あの泊まらせていただいた時にめっちゃ撮って、うん、でもトンボさんは入ってなかったけど、あれなんか理由あったの？あれかんちゃん、そういえばそれはもうトンボさんがもう3日間全部その撮影があって、うん、家にいなかったから、うん、撮る時間がなかった。ああったらじゃあ出るチャンスはあったってこと？ねえよ。なんでだよなんでだよ。ダンスだから。いいじゃないか、別にダンス上手い下手関係ないもんな、かんちゃん。はいお前気使わすな、中学2年生に気使わすな、お前そうなのね、はい、俺これちょっともうありがたいのが、うん、そのかんな TikTok ハマってやってるやんか、うん、たまに、うん、たまによ、かんちゃんから、うん、ちょっとパパ今日 TikTok 撮らないとか言ってくれんねん。いいじゃん。な、うん、そしたらですね、うん、なんとあのカオさんからあるお声掛けをいただきました。おー、すごい、カオさん。おー、そうやんか。ヘアスプレーのさ、みんなあのケープって知ってるでしょ。あ、ケープ。もう俺らがあの学生時代の頃からロングセラー商品だったり昔からあるやん、するんですけども、はい、最近はね、ちなみにこちらなんですけど、はい、これこの黒ケープがすごいらしいのよ。おお、このケープ史上最強のキープ力で人気らしい。おー、で、先日この黒ケープから前髪に特化したマスカラ、うん、こちらですね、うん、こちらが発売されたそうなんです。カザク、前髪に特化ってどういうことですか？前髪に特化っていうのはだからこれね、うん、あの使いやすい前髪に、はいはい、小さなブラシがついてるので、くし、うん、みたいに解いたり細かい動きもできるし、うん、はいはい、あと湿気や動きに強いケープならではのジェルを使ってるらしいの。ほうほうほう。だから作った前髪を長い時間キープできるっていう感じ、ね、なるほど、すごいじゃん。だからダンスや運動とかにも持ってこいじゃないかな、はいはいはい、これすごいすごい。ということで、うん、まあ、今回カンナにですね、はい、この黒ケープのマスカラで前髪を作ってもらって、はい、TikTok の撮影をしたら実際どうなるかを確かめていきたいと思います。そういうことよ。おーおーおー。で、一緒に TikTok 撮ろうとか言ってたらちょうどカオさんからこういうお声掛けいただいたんよ。ベストタイミングや。カオさんとは運命を感じるわ本当にいろいろお世話になってるやんか。確かに、うん、バッチリやかな。どう思いますかこれ？ずっと気になってたから、うん、すごい楽しみです。あ、そうか、うん、ちなみにかんちゃん前髪のこだわりってあんの？うん、ある。ある。この内側、うん、前髪のこの辺をちょっと薄めにして、うん、この辺濃くするみたいなのは、うん、結構ずっとやってる。へえ、そういうのがあんねや。かんちゃんの流行りのシースルー前髪ですもんね。シースルー前髪。シースルー前髪、これはあれですか？安武空に飛ばした方がいいですか？安武出てる。大丈夫です。お、いや、お二人以外は多分皆さん分かってると思うんで。え、これ知ってんの？知ってる。うん。あ、有名なん？シースルー前髪。流行ってますから。マジで？うん。あ、そうなの？なんなの？あなた一番関係ないですね。そんなことねえだろ。とりあえずあの前髪の話でトンボ入ってくんのやめろ。なんでだよ！ないじゃないですか、俺だってシースルー前髪や。あなたオールスルーなんだオールスルー前髪か、はい、何にもないんで、はい、何にもないから、ちょっと前髪の話になったらあんた入ってこないでマジっすか、すいません失礼しました。え、シースルー前髪してんねや。うん。どういうやつなのそれは？なんか透け感とか束感があって、うん、黒髪でも軽やかに見せれる前髪のこと、うん、へー。それはかんちゃん分かっててそうやってんねや。そう、なんかなんかいいなと思って。へえ。いやでもこれぶっちゃけた話、うん、たまにこれもたまにやねんけど、はいはい、洗面所でかんちゃんがこうセットしてるときにちょっと喋ったりすんのよ、うん、はいはい、すごいこだわってんなみたいな、うん、でそこで軽く話したことあんねんけど、うん、どうやら、まあ、中学2年生、うん、かんちゃんの友達とかも女の子もやっぱり前髪って基本ベースみんなやっぱりこだわりがあると思うんだけど、そうですよね。どうやら聞くところによると、うん、そのグループ内でもかんなダントツでこだわりやろ。ええー、ね、仲いい子たちの中でも崩れない、うんうん、
から、うん、なんか体育とかで走ったりとか、うん、なんかジャンプしたりとかするじゃん、うんうんうん、だから1人だけ前髪ピッみたいな。へえ、それ友達とかに言われたりすんの？言われる、結構。なんて言われんの？さすがだねみたいな。さすがのキープ力だよ。そうなんや。なんかどうやって作ってるか教えてほしいとか、うんうん、なんかそのオフ会、うん、とかの時もカジサックチャンネルのオフ会ね、うん、もうダンス踊ってる間一切崩れてないから、うん、それが本当に気になるって結構コメントでくださるんだ。はいはいはい、うん、そう。なるほどね、うん、だってことはカンナが、まあ、ダントツでこだわり持ってるというかキープ力がある、うんうん、友達もどうやってんのそれって言うってことは、やっぱり周りの子たちも前髪に対してすごいあんねんね、うん、どうやって作ってるか気になるね。確かに確かに。カンナがどうやって前髪作ってんの、いつも。じゃあストレートアイロンとかでまっすぐにして、うん、ちょっと分けてね、うん、先っちょにだけオイルつけるの、前髪の。ちょっと待って、えなんかいろいろ工程ありそうやな。前髪ファンファンファンプシューじゃないの？そう、おまずジェルつける。ジェルじゃない、うん、オイル。ああ、オイルとジェルがちゃうんかよ。で、オイルをあの全部につけてるとべったりしちゃうから、はい、この毛先だけにつけるの。先っちょだけつける、うん、で、上らへんのここ、うん、だけちょっと強めのスプレーして、ほう。で、次毛先、毛先こうなったら、うん、櫛でこうやってやりたいから、うん、その白い粉が出づらい、うん、軽めのケープつけて、ほう。っていう3種類ぐらい使ってやってる。前髪3種類すごくない？あ、そうやん、そうなんや。そう、知らんかった、それは、うん、それ、やっぱすごない？だからこだわりが、うん、3種類も使ってんねや。強めのスプレーと弱めのスプレーとオイル。オイルっていうかマスカラのやつ。あ、マスカラか。いや、オイル入れたら4種類の娘やん。4種類の前髪やん。4種類前髪やん。前髪自体は1種類。分かってるわ、それそれぐらいは分かっておる。それを固めるにキープするために今まで4種類使ってたってことでしょ。それがですよ、カンちゃん、はい、ごめんなさい、なんかいやらしく聞こえたら申し訳ないけど、うん、このケープの、うん、このケープのマスカラ使ったらこれ1本でこと足りるんちゃうかっていう話をね。そうだよね、うん、そう、だからめっちゃ気になってた、これ気になってた、うん、もしハマったらだいぶ楽になるよね。そうよ。というわけでですね、はいはい、これどんな結果になるか楽しみでしょ。確かに、うん、今から TikTok を撮るんですけども、うん、ちなみに今日カンちゃんに僕と撮るやつを考えてきてくれてるんですよ、うん、はいはいはい、ちなみに2曲撮ろうと思ってるんですけども、うん、まだ俺何やるか分かってないの、うん、あ、そうなんですね。ではまずは稽古から。あ、なるほど、練習から練習から、うん、で、ちなみに今日常もいるから、はいはい、あのカンちゃんが常さんもぜひっていうことで、うん、やったね。待って、じゃ体調悪そう。大丈夫かな。そんなことないですよ。大丈夫か。なんか知らんけどマスクしてるし。そう、だから常も入れて、うん、ちょっとやったりしようかな、うん、まずはだからいきなり撮るじゃなくて、うん、ダンスを習いたいと思います、はい、それではいきましょう、はい、せーの、オナシャス。さあ、というわけで、はい、今からカンちゃんにダンス習っていきたいと思います。今回ちなみに2曲、うん、2曲いくんですけども、はい、1曲はパパとカンナ2人で、はい、もう1曲は常さん入れて3人でなんですけど、まず曲を教えてもらっていいですか、うん、2曲、はい、1曲目はルセラフィムのパーフェクトナイトです。ほう、ルセラフィム大好きやもんね、はい、うん、2曲目は、2曲目はちょっとわかんないです。曲っていう曲曲名が分かんなくて、韓国、あ、ちょっと分かんなくて、韓国語のやつで。なるほどね、うん、でも流行ってるやつや。はい、パパとカンナが2人で踊るのはどっちは、その韓国語のよく分かんない方。なるほどね、うん、で、パーフェクトナイトは3人で。オッケー、なるほど、踊りたいと思います。じゃあまず、ちょっと今よく分かってない方のダンスを習おうかな、うん、あ、そっちからやる。うん、そっちから2人のやつをやろう、うん、カウントとしててもらって、ちょっと音出すと著作権の問題あるから。そうですね、おそらく本番も、うん、あのちょっと音被すとは思います、はい、うん、でも詳しく見たい方いたらカンちゃんのアカウント見てもらったらいいし、うん、でさっき話しちゃってたんけど、うん、もう1曲はカジサックのアカウントもあるんで1曲ずつ出そうかなと、うん、まだ概要欄載しておきます、はい、じゃあちょっと教えてもらっていいですか。カンちゃんもめちゃくちゃ詳しく覚えてないから、うんうん、ちょっと見ながらでもいい。いいよ。なあ、もうバリバリやるからふざけてるなあをバリ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 やるから、うんうんうん、なあ、なあ、おお、バリ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 、うん、バリなあ、おう、おう、うん、バリバリってダリラって歩いたってダリ
ふみたいなのがあるからなんかなんかでもなんかおも楽しいなあるからでも家でもうこんな感じやねほんまに、なあおうバリバリでだりだおお、かっこいいかっこいいって感じですね。以上まずです。そこまで来い。なあ、なあおバリバリ、バリバリ、で、ダリンダ、ダレンダ、ダレダレダ、全然違うな。うん、え、でもいけてないなんか。いや、カンちゃんとなんか全然違うけど。カンナと一緒なんか無理やろカジサック風でええねんな。そういうことか。そうや。詳しくやると、はい、こっちに入って、そうか、ウェーブできないんだよね。んなんかわかんないけど、なんか全然わかんないけど、はい、小バカにしてるよね。ダメよ、お父さんを小バカにしちゃ。ごめん。大体でいいから。でもなんとなくわかるよ。こうでしょ。でも、そんなウェーブしなくていい。なんかちょっと、ゆるく、頭だけ適当に、それだと動いてないから、どちらかというと頭を動かすから、ちょっと頼みますね。見して。で、なあ。どう、バリバリで、だれだってててててててかっこいい。これそこまでいけるもん。かっこいい。いけます。画面の方が動いてる。画面動かして。オッケー、任せて。じゃあそこまでいこう。せーの、じゃんせーな、お、バリバリで、だれだ、だれらで、ててててて。いけてるよ、いけてるよね。いけてます。いけてるよな。ちょっとコミカルなんですよね、なんか。ちゅうか、このスピード感で覚えてるの。すごいすごい。それはすごいか。褒めてよ。一旦チェック入ります。一旦チェックだよ。次はわっかわっか、おらにこやみたいなこと言ってるから、まあ、何言ってるか分からないもんな。そう、分かんないから。バリ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 。これで、一これでやる。どう、任せる。これでやるとして、はいはい、わっかで前行って、俺わか、こんなんでいいの？うわっか、ちょっとぬいんってやって、うわっか、そうで、手もなんかういん、その肩とついて、オッケー、ういん、うわっか、そしたらパパが右って感じの左、うん、うわっか、うん、うん、ボラにほやみたいな、うん、ボラにはは、終わり。いける。あら、あら、うわはあば、ドラリハ、こうや。おおおおお、すごいすごい。初めやる？オッケー、いくよ。ダダダ、もうバリバリレ、ダリでダテ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 、もうわっかわっか。あ、そんな早いんだ。うん、あれ合ってるよね。オッケーオッケー、いくよ、せーの、ナオバリバリレ、ダリダわわわパンテンタ。おお、いいいい、できんねん俺。すごいすごい。俺やで。おお、いけてるいけてる。ラスト1回やったらもういける。おお、せーの、ダウォーバイバイエイダリダタテダテテ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 。素晴らしい。早な。早い、めっちゃ早いと思う。ほんでこの曲のチョイス見事やわ。お、黒ケープのマスカラ試すのにぴったり。これあるから髪の毛めっちゃ揺れるからね。そうやん。お、ただやっぱ年齢的に首痛なるよ。首にきますか。首にくる。オーケー、じゃあ1曲目この感じ。オーケーオーケー。じゃあ2曲目のレッスンいきましょう。はい、つねです。よいしょ、つね。2曲目、はい、これがルセラフィームさんの、ルセラフィームさんの、はい、お願いします。はい、うん、右足から1、2、3、4したら、うん、右足上がってるから、シュッシュッシュッド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 。はい、そこまでやるか。もういける。難しそうだけど。すごいよ、さすが。はい、マジ。ちょっと待ってかんない。
だったみたいななかったで今。え？ドゥ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 。あ、一回なんや。足浮かしてもらっていいですか？足が浮いてなかったんです。今足どこで浮かったっていうのがなかったんです。ちょっと俺見ていい？うん。はい。じゃ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 。そこまでやってみていい？はいはい、ゆっくりこう、せーの、タタ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 タなるほどね。タッ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 ダウン入っちゃったから全部上全部上これこれ全部これで、はいはい、このまま、はい、こうなってんじゃん、うん、から1、2、1、2ってやるって 1、2 ああ、うまい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 うまいで、その時にちょっと胸をこうやってやる感じ、はい、うん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 で、すごいこのできてできてで、両足の時だけ胸やるから1、2でちょっと下がる。じゃん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 。ちょっと。たら。じゃんじゃん。おお、かっこいい。そしたら、手は、うん、こういう感じ。こう。で、はい、右回し1。1。左回し1。ですね。オッケー。じゃ
ちゃわちゃわちゃわ、なんか手は適当、手は適当違うの、アワみたいな、アワいるな一人、手はなんかこういう感じだったら適当でいいかな、それでいいか、ちゃわ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 で最後さっきと同じ感じ、うん、さっきもなんかちゃわ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 だったから、うん、だったでしたらこさ次はもう地下に地下にで以上です。おーおーちょっと、うん、さっきより長い感じです、ね、ゆっくりかいきます、はい、せーの、タタタタタタテタタ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 それいけるか、いけます、いけます、もうちょい早いよ、もうちょい早く行こう、もうちょい早く行こう、かあちゃん前で行くね、オッケー、あ、いいねそれ、あ、その方がいい、うん、行こう行こう、全部見える、せーの、ちゃ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 チャラチャチャララボーン、あ、でもなんか、うん、いけそうやな、揃ってるといけそう、いけそう、いけそうです、いけそうです、ちょ、ラスト1回行こう、はい、ほんまのスピードで行って、変更、はい、行きます、せーの、チャ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 冗談は置いといて、はい、もうやっちゃうよ、やっちゃうもん、でも一番大事なのは、はい、かんちゃんに黒ケープのマスカラをつけてもらう、そうですね、それを今からつけてもらって、はい、撮影スタートしたいと思います、はい、完成しました。さあというわけでカンちゃんに前髪セットしてもらいました。さあカンちゃんどう、使ってみてどうやった、どう、このマスカラの先っちょ部分がちっちゃめだから、うん、小回りが効いてすごい使いやすかった、うん、ノエイスめっちゃいいじゃん、ええ感じだったわけや、もうこれでダンス、うん、いける、はい、ちょっと早めにやらんと忘れてまうからまずは1曲目の2人でダンス踊るやつ、はい、それをちょっと撮っていきたいと思います、はい、すいませんちょっと音楽著作権の問題があるんでかぶさせてもらいますけども、うん、雰囲気で見てください、絶対いけます行こう、はい、それではいきまーす、はい、3秒前2、1、イエーイ、おー、どう、おー、どう、完璧、素晴らしい、マジでどう、あ、っていうか髪の毛どう、ええ感じやん、あ、ほんとだ、いい、ええ感じやな、うん、いい、ごめん、今前髪行く前に俺どうみたいな、ね、ごめん、そうや、髪やん、まずは、うん、ええ感じやな、お、全然全然乱れてない、乱れてないよね、お、ほんでダンスも良くなかった、いやもうバッチリよ、うん、一発で決めましたね、めっちゃ気持ちよかった、お、ええ感じやったと思うわ、お、
オッケー、オッケー、オッケー。じゃあこの勢いで、はっきり言って2曲目の方が首使うよね、うん、あでも結構でも今のも動いてたか、うん、かなり動いてましたよ。ええ感じやね、うん、じゃあちょっと2曲目、はい、忘れないうちに行こう。はい、すごいすごい、ええ感じやな、うん、すごいすごい、ダンスもかなりいい感じやと思う。完璧完璧、いい、イエーイというわけで撮影終了しました。お疲れ様でした。いや楽しかった、ありがとう。楽しかったちなみになんですけど、うん、ちょっと撮りながら喋ってたんですけど、うん、もうせっかくだったらやっぱり2曲とも、うん、カンナの TikTok のアカウントで公開します、うん、あの皆さんは概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらの方確認してみてください。はい、でですよ、うん、実際どうやった、黒ケープマスカラ使って踊ってみて、うん、本当に、うん、あのアホ毛も抑えられるし、うん、前髪も程よく固まるから、うん、違和感なく固められるから、あ、いいですね、すごい良かったです。良かった。これから先もね、学校行く前、学校ってそれつけていってもええもんね、うん、ええやんか、うん、よかったねなんかトータルめっちゃ楽しかったんけど癖になるわ、タタタタタタタってやつな。ちょっとまた仕上がりお楽しみ見てくださいね、はい、なので、花王さんにありがとうございましたと最後にお伝えしましょうか。じゃあいきますね、花王さん、せーの、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。